めちゃめちゃ性欲強いんだって。もうドギボを抜くほど性欲強いらしいよ。噂によるとね。もうなんか西田家じゃ昔から思ってたけど、エロが。でもさ、一番かわいそうなのさ、不倫相手の男のさ、奥さん、もうなんか何も言えねえぜ正直。広末泣いてきたみたいな。お前ちょっと待って、お前すごくね、ダメだけど許さんけど、お前すごくねってなってる。いや勝てねえでしょ。の件でオフパコより手紙が恥ずかしいことに気がついた。てか手紙だってさ、誰がさ流出させんだろうね。だって2人の間じゃん。なんか交換で交換ノートっていうか、手紙なんて誰が流出させんのっていう。お互いの奥さんとか旦那さんとかなんだろうね。あ、奥さんが流出させたの。見つけた奥さんの相手の嫁がやったんだ。でもなんかさ、あの浮気相手のさ男の人なんかゲイ扱いされてるけどさ、そうてか書き方が悪いよね。ゲイじゃないよねあの人が。そうゲイだと俺もなんかつい最近まで惑わされてゲイだと思ってたけど、なんでゲイなのに広末さんと不倫してんのみたいな。ただあのゲイ受けがめちゃめちゃ良くて、ゲイにモテてるからああいう書き方されてたんだよ。楽しんごがめちゃめちゃ綺麗です。だからあの人はめっちゃのんけ。奥さんいるし、だけどもこの自分のチャンネルだったりとか、そうやってその見た目でそのゲイの間でめちゃめちゃモテるみたいな、ゲイ界の橋本環奈みたいな書き方したから、あ、じゃあこの人ゲイなんだっつって、え、でもなんでゲイなのに広末涼子と不倫すんのみたいな、意味わからんみたいな感じになるんだよ。あの人はちゃんと女好きなんだろう。お前がゲイって言われてんのと同じな。まあ、言いたいことはわかるけど。ベストマザー賞。しかもなんか CM 何本もさ、下ろされたんでしょ？なんか、損害賠償みたいの払わねえといけねえみたいな。なんか、書いてあったよね。広末さん。億単位。俺はそうなるよな。下ろされて、多分、もう契約書結んで決まってる、まだ放送されてない CM だったりとか、仕事とかも下ろされてる可能性あるから。もうそれってさ、本人が払うのかね？事務所所属してたら、事務所所属してんのかどうか知らねえ。それって広末が払うの？文春ではなく広末が払うんだよ。広末側が払うんだよ。だから所属事務所が払う、事務所が払って返すのか、どういうか流れか分かんないけど、広末涼子って胃袋掴まれたのかな。いや俺はね完全にセックスだと思うよ。広末涼子ってなんか噂によるとめちゃめちゃ性欲強いんだって。もうドギボを抜くほど性欲強いらしいよ。バカなんじゃないかってぐらい。噂によるとね。だから多分胃じゃなくてチンポで掴まれてる可能性が高いっていう。なんか肉食べんの禁止されてるか言って。そう、肉食うとパワーアップしちゃって性欲が溢れ出しちゃうらしいから、あの肉食うの禁止されてたとか言って。どこまでが本当かわかんないけど、クソおもろいよね。その手紙の文章とかもね、書いてあるしな。もう手紙見た。風俗嬢のお礼カードでしょ、通称。風俗嬢のお礼カードとか言われて、その結構笑った。ドンピシャじゃねえかっつって。俺ももらったことあるわ、これ。風俗嬢から。ソープ嬢から2枚ぐらいもらったことあるわ。あんなような文章。芸能界やめて風俗やればよ、お前さ。違うんだって。ね。そう、セックスが好きだから、ソープ嬢になるとかじゃないの。やっぱり、歪むんだよ。芸能界とか、ちょっとさ、一般の職とちょっとかけ離れてるから、やっぱり一般の人たちよりも歪むんだよ。その不倫っていう行動に、やっぱり一般の人もさ、興奮したりとかするわけじゃん。その行為自体に絶対興奮を持ってる。若い頃から仕事ばかりしてて、それもあるよね。そして誰でもいいわけではない。広末抱けるよな。いやいや、あの、抱けるとかじゃないね。そう、あの、年齢的に、なんだろう、抱けるとかじゃない。そう、抱いてもらいたいみたいな。本当に、今までの経験を活かして、僕のことをリードしてくれって思うよね。いやってさ、もうなんか滲み出てんじゃん。昔から思ってたけど、エロが滲み出てる顔からな。でもさ、一番かわいそうなのさ、不倫相手の男のさ、ね、奥さん、もうなんか何も言えねえぜ正直。広末抱いてきたみたいな。お前ちょっと待ってっつって、お前すごくね、うわ、ダメだけど許さんけど、お前すごくねってなってる。いや勝てねえっしょ。ね、お前ちょっとすごすぎない？やられたら立ち直れねえぞ普通に。ね、その辺のよくわかんねえ女と不倫してんのとわけ違うから、さすがに。レベルが違え、ショックの。お前一つだけ本気で答えてくれ。不倫するやつどう思う？不倫するやつ？まあ、なんか、ケースバイケースって言い方あれだけどさ、なんか、俺の場合不倫したことあんのね。俺の場合不倫したことあるんだけども、俺気づいてなかったの。不倫というか、一回きりの、体だけの関係になってしまって、後から旦那さんいたの気づいたの。その場合ってさ、処されるべきなのかねっていう。正直。それって処されるべきなのって思っちゃうけどね。俺は。全く知らなかったし、本人にも旦那さんいんのって聞いて、旦那さんは別れて、今子供だけだよって言われてるから、完全に俺の中では無自覚。だからお互い合意の上、知っててやってるんだったら、クソほどゴミだと思う。うん、クソほどゴミだと思うよ、そんなの。まあ、この中にもいるだろうけどもね。うん、え、でもさ、不倫ってさ、じゃあ、例えば、
俺が女の人と、旦那持ちの女の人と不倫しますってなった時に、じゃあその女の人が、旦那さんいるの大丈夫って聞いて、旦那が大丈夫って了承もらってますみたいな。そういうの何も言わないんですよね、旦那さん。みたいな感じだったら、じゃあそれって不倫じゃないよね。もう全然 OK だよ、つって。もう好きに遊んじゃって、うちの嫁は好きに遊ばしてるから、みたいな状態だったら、それって不倫って成り立たないじゃん。そう、公認不倫みたいな。いや、不倫は不倫じゃないよ。ダメだよ、多分。待って、じゃあ誰が処すの、そんなの。公認なら不倫にならないんだよ。相手がいて、相手側の奥さんとか旦那さんが不倫だって騒いで初めて不倫になるのね。慰謝料取られないし、騒いだって周りが不倫ね、こいつら素人が、俺ら素人が不倫か不倫じゃねえかつってね、妄想の話するだけなんだよ。証拠押さえとけば大丈夫でしょ。違う、大丈夫。今のはそのパートナー同士でのルールによっても、ね、同じことしたら不倫なのか不倫じゃないのかって大きく変わってくるよねって話してんの。メンタルの問題ってこと。マジかこいつら、本当に。俺の言ってる意味わかる。大概の人わかってるこれ。そんなに説明下手だったかな。マジかっていう感じなんだけど。ビビる。いや、マジで、ありがとうございます。わかるよね、さすがにね。同意の上なら、そう、だから、うちの嫁はとか、うちの旦那は好きにさせてるんですって言ってて、じゃあ体の関係とか、パートナー、別のパートナー見つけても、それって不倫にならないんだよっていう。だけども、隠して、その事実が漏れた瞬間に、ね、パートナーが怒って、いや、これは不倫だっつって騒いで、慰謝料取るっつって訴えるってなったら、もうそれが不倫なんだよ。だから、そうやって、口約束は、所詮口約束だから、不倫になりそうな行為は、するべきではないんだよ。でも、俺は結構最低な行為だと思う。不倫はね。不倫はマジで最低な行為だと思うわ。子供かわいそう。いやもう子供もそうだし、いや子供かわいそうとか言うけども、やっぱりさ、相手のパートナーがかわいそうだよ。子供ももちろんかわいそうだけども、相手のパートナーがかわいそう。旦那さん奥さんがかわいそうになるわけじゃん。彼女がもし過去に不倫経験あったら、嫌だよね。正直嫌だよね。過去だろ。いやだから、過去に不倫経験がある人とお付き合いすることによって、じゃあ自分が結婚した時に、ね、だから将来を考えて結婚するんで、付き合うんであれば、自分もされるかもしれないって思うわけじゃん。でもその過去がある、その前科があることによって、一生相手は不安を背負うんだよ。その不安は 100% 解けないよ。あと、なんか一回きりって不倫に結びつかないみたいな、俺はちょっと聞いたことあるな。本当かどうかわかんないけど、不倫関係にあるっていう立証で、一回だけじゃなくて、何度もその人と会って、関係が出来上がってるみたいなところで、不倫っていう言葉になる。不倫っていう状態になる。一回はなんか浮気。浮ついた気持ち、浮気みたいな。一回目だと浮気って呼び方で、そう、二回三回繰り返すことにより、関係が出来上がってくるから、不倫みたいな。だから、その、不倫を立証させたいんだったら、ね、証拠掴む段階で、2回以上会ってるっていうデータ取んないといけない。証拠。2回以上。2回も3回も会ってるよ、つって。これ関係出来上がってるよね、つって立証させるから。法的には1回だけだと慰謝料が取れない。そう。で、3回以上ってなってきて、その証拠が取れたら、今度、口座。2人で1つの口座があるんだったら、そことかの状態とかのチェック。あと、自分の個人口座、相手のを見れるんだったら相手のを見て、その財産のチェックとかをしないといけない。めちゃめちゃめんどくさいんだよ。そう、不倫して離婚するまで考えてるんだったら。でも不倫を許せないから訴えたりとか動くわけじゃん。そうすると結構どこまでもめんどくさいらしいね。財布って別々なの。いやだから人によるじゃん、それって。そのなんか貯金する口座が1つの場合もあるし、子供も入れて3つ4つある場合もあるしさ、わかんないじゃん。3人と1回ずつやったら不倫じゃないの。それは浮気3回したって感じじゃん。しかもね、その不倫を立証させるための、そのなんか3回以上外でデートしてるっていうデータが取れても、体の関係があるかないかっていうのは取れてないじゃん。そこを取るために、相手の LINE、ね、できれば、してるところとか、した後のブツ。この辺とかが、証拠としてめちゃめちゃ強くなるらしい。俺最近結構不倫のドラマ見るから。そう。夫婦が壊れるまでみたいな。そっちそっち。それすげえ楽しみにしてて。あれ面白いんだよね。めちゃめちゃおもろい。